侵入者を追い返せって言ったじゃん。やっつけてどうするの？神山諏訪大社の菜園と行こうか。逃がさないよ。花江の手前ってのもわかるけどさ。直したよ。抵抗任そうなんてそうはいかないわよ。山の妖怪たちには警戒されて、なかなか信仰が集まらなくて、それで巧妙な白霊の巫女を倒して名を上げようとしたんだ。偽りのやつ。